津ぐ村は、かつて、愛知県北設楽郡に属していた村、愛知県北東部に位置していた。2005年10月1日に、北設楽郡設楽町と合併し、設楽町の一部となった。合併後の旧嗣群村域には、次ぐという大技が設定されている。嗣川下次の風景周囲を、標高1000メートル級の山々に囲まれており、盆地の形状を持つ高原となっている。 村域の約9割が森林である。冷涼な気候や大きな寒暖差を生かして、津村では1971年に津高原トマトの産地化が開始された。現在では愛知県唯一の夏秋トマトの産地である。戦国時代には武田信玄によって津群金山が開発されたことで、信玄港と呼ばれる場所が残る。津村は初代と二代目がある。 ここでは両者について記述する。村内を鉄道は通っていない。村内に国道は通っていない。つぐ村立つぐ小学校つぐ村では電気は中部電力株式会社が供給していた。つぐ村に電気の供給が開始されたのは上つぐ村、下つぐ村が合併して、つぐ村が発足するよりも前の大正時代のことである。北に隣接する。 ネバ村のネバ水力電気という電力会社が県境を越えた上津群村、下津群村にも1922年10月より供給を開始した。同社は鉄道電気証券と解消した後、稲地方の中核電力会社稲電気鉄道に事業を譲渡する。戦時下の配電統制により、稲電気鉄道は1942年に中部配電へと統合。この地域は 同社の供給区域へと編入された。戦後の電気事業再編で1951年に中部電力が発足すると同社の供給区域に組み入れられ現在に至っている。ありがとうございます。